新選組副長の土方歳三と申します。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。え、いきなり副長と会食。わかった。それでは後ほど。祇園ってまだ開放されてない場所なんだよな。うわ、めちゃめちゃ楽しみだな、そこ行けんの。さあ、というわけでそろそろミネのとこ行きますか。ここが祇園だね。新しいエリアだ。ここが祇園か。お、祇園。ここもまたなんかちょっと違うね。どこにいるんだ。椿楼ってどこだ。こっちかな。お、祇園の中か。ここが旦那さんです。あ、春日トゥース。あ、ここか。椿楼、土方の言ってた料亭はここだな。入りましょう。うわ、なんか戦いあんのかな。よし、行くか。あ、こんな広い部屋。さすが副長だな。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。斉藤さんだぞ一回一回出てくるな。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。何、実力を試せって。ここでもまた。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。あ、そうなの。この座敷は今から血で汚れることになりますから。いや、やっぱ戦うのか。え、土方さんとやんの。天然理心流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。バレてるか、探ってること。理心流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派。北進一刀流、神道無念流といった主流派とは違い、知っているものも少ないはず。主流派も実在したやつなのか。天然理心流、おえ立花じゃん。天然理心流ってなんか実在したんじゃなかったっけ。この男も沖田や長倉と同じ天然理心流の優秀な使い手です。立花懐かしい龍が如く4で出てきた。今からこの男と殺し合っていただきたい。おお、全然喋らんじゃん。なんだと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。そっか、殺しまできちんとやんないとってところがあんのか。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです、新選組に入るためにはね。この人でも、立花は白装束ってことはなんか罪人かなんかなのか、もしかしたら。あ、刀戻しました。なんか金色かっこ悪いなって思っちゃった斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。いや、この人に名前をなんか教えてくれないのか。立花って重要なキャラでしょ。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では。あ、はい、始めますか。始め。お、マジ白装束の男を切る。このガード、いや、やっぱ好きなんだよな。あっ、檀家の太刀。はい、ダッス、飛び蹴り、ダン。オッケー、
で、ここで型は変えれるか。甘い。何？はい。ほら。ほらららららら。やるじゃねえか。後ろ取られた。いやー。後ろ取られたらきつい。やっぱ一刀スタイルがいいか。あ、ここで後ろ取られるのきついな。いやー、めっちゃ斬撃飛ばしてくる。あ、いや、溜め切り良くないな。あー、おい、なんだ今の。やーお、やーお、お、やば、本気になった。やるな。なんでそんな隙を見せ、いやー、隙じゃなかったのか。隙じゃなかった。くっそ。いや、刀のリーチがちょっと難しいな。やっぱりあれと違うわ。喧嘩とは違うわ。いや、ここはあれでヒートアクションで決めたいところではあったけど。残花の土地やりたいんだけど。ここでしまいだ。オッケー、よし。やってしまうのか、斎藤はじめ。あ、勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。誉れだな、誉れだ。え、土方が？お、立花。何をしてるんだお前。やっぱ無情だな、ミネ。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。やっぱり罪人か。先日組から脱走を図りましてね。え？ハットにより処刑することになっていたんですよ。組から脱走？それで？ですが、ただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。え、相当な実力者なんじゃないのか。その男は総長兼三番隊隊長。え？え？隊長？山並圭介。隊長なの？私にとっても市営官道場以来の友人です。そんなやつを。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや、実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。三番隊が開くからってこと？それはこの山並みの穴。おお。三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。またいきなり隊長格に。俺に隊長。また下の者がいろいろ言ってくるぞ。さあ、無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしません。いや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 、そんな、そんな、そんな明るくねえだろ。あ、ここでおしまいか。そっかそっか。じゃあ、今回はこの辺で、また次回、続きよろしくお願いいたします。それじゃあ、まったねー。なんかいるけど。すいません。そこの侍さん。ん？お侍さん、この辺でエビス様見ませんでしたかい？何？エビス？何？エビス様だと？ずっと探してるんですけど、あの野郎、なかなか尻尾を見せなくてね。
そうか。まあ神を信じることは悪いことではないからな。頑張れよ。それじゃな。いや。ああ、なんか勘違いしてるみたいですけど、足が探してるのは本当の神様でなく、黒恵比寿っていうただの詐欺師ですぜ。黒恵比寿？詐欺師？はい。そう、知りません？今世間を騒がせている、お年寄りばかり狙った悪質な詐欺師なんですが。いつの時代にもいるんだな、こういうやつ。初めて聞いたな、そんなやつがいるのか。ええ、その黒恵比寿って詐欺師なんですが、七福神の恵比寿様の格好をしてるもんだからジジババたちがすぐ騙されちまう。なるほどね。今日も金を払えばご利益があると信じたじいさんが黒恵比寿に30両も騙し取られましたぜ。ひどいことをするやつがいるもんだ。これ以上じいさんばあさんが騙されないように黒恵比寿様を、様じゃない黒恵比寿を早く捕まえたいとは思うんですがね。あの野郎、用心深くて俺たち同心連中の前には姿形も現さねえ。なるほどな。それで町の人に聞き込みをしてるってわけか。その通り。旦那も恵比寿様を見かけたら真っ先にあっしに教えてくださいね。わかった。黒恵比寿か。年寄りばかり狙う詐欺師とは許せんな。人通りの多い四条通りあたりなら何か犯人の目撃情報があるかもしれんな。神様、仏様、恵比寿様。あ、サブストーリー2か。やっちゃった方がいいのかな。ちょっと脱線しよっかな。くそ、よし。いろんなことがあるからな。結構四条通りってここだよな。ん？あ、この人か。恵比寿様、ありがたや、ありがたや。ん？今恵比寿様と言ったか。ばあさん、もしかして恵比寿に会ったのか。ええ、お会いしましたよ。いつの話だ。ついさっきですよ。あなたももう少し早く来てればご利益があったのかもしれないのに残念ね。ばあさんの会ったという恵比寿様は世間を探している詐欺師黒恵比寿に間違いないだろう。ばあさん、その恵比寿様はどこに行ったかわかるか。そうね、確か次は寺町方向に行くと言ってたかしら。寺町か。今から急いで追えば捕まえることができるかもしれないな。寺町だな。ばあさん、ありがとよ。追いかけるのね。じゃあ急がないと。あなたにもご利益があるといいわね。OK。やべえ、やべえ、騙され方してんな。寺町ってどこだよ。寺町。ここか？あ、こいつか？こいつか？ん？ ん？あれは。ナムナム、ナムナム。まあ確かになんか恵比寿の面影はあるね。ご老人よ、私を拝んだことによりだいぶご利益がたまったようですね。本当ですか。ありがたや、ありがたや。その証拠にほれ、体が軽くはないかの。ええ、そう言われるとそう言われたらそう思うってだけじゃん。なんだか肩のこりが和らいだような、全くそうでもないような。ご本、そうであろう、そうであろう。あなたが私を信じる力が神の奇跡を引き出し、あなた自身に幸せをもたらしたのですぞ。さすが神様、すごいです。ほほん。しかしご老人、肩こりが軽くなる程度の奇跡で本当に満足ですかな。え？私の存在を心の底から信じることにより今のものとは比べ物にならない強大な幸福が訪れるとしたらどうしますかな。ん？比べ物にならない強大な幸福。そう、例えば無病息災、厄除開運、恋愛上手に子孫繁栄、子孫繁栄。ええ、神である私、恵比寿に不可能はありません。さあどうします。信じます。あなたを信じます。これで強大なご利益がわしのもとへ。ご老人、口では何とでも言えます。信じる心は形で表さねばなりません。ん？形？ええ、
神様である私には不要なものなのですが、お金とかね。いらねえものを渡されても困るだろう。老後のために貯めた金があることにあるが、結構高い額が必要なんじゃろうか。いいえ、ご老人、あなたが私を信じる気持ち程度の額で十分です。じゃあ500文ぐらいで。安っ。本音漏れてますや。じいさん、いくらなんでもそれはないでしょう。信じるって言ってたくせに500文って、いくらなんでもひどすぎるよ。私神だよ。あー、すいません、間違えました。本当は5000文出すつもりだったんです。まだあげるか。6000文。値切りじゃない、値上げだ。8000万。なんかばあさん3両だっけ、30両盗まれたって言ってたもんな、話聞いた時は。じゃあ1両。仕方ねえな。もう1両でいいからよこすよ、しけたじいさんだな。すいません。こんな神様いてたまるか。おい待て。ああ誰だ、大事な時に。お前が老人相手に詐欺を働いてる黒恵比寿だな。あ、バカてめえ、何を言ってやがる。詐欺ん、あんた神様じゃないのか。そんなわけねえだ。ないでしょ、落ち着きなさい人の子よ。いやよく考えたら、こんなに金にがめつい神様などいるものか。危うく騙されるところじゃった。あ、ちょ待てよ。キムタクが現れた。くっそー、しけたじいさんだったとはいえ、もう少しで金が手に入るところだったのに、よくも邪魔しやがったな。神罰思い知れ。戦えんのか。ハンマー持ってるこいつ。はい、おい、どうだ。ほららららくらえ。おいしょ、黒エビス体力結構あるな。これでもさ。オッケー、よし、さあ詐欺しよう。グヘー、あんた鬼神か、強すぎる。年貢の納め時だな。確かに顔は似ているようだが、恵比寿の名を借りるなんていうバチ当たりなことはするもんじゃないぜ。だったな、その男は噂の詐欺師黒恵比寿じゃないですかい。こいつめ、世話やかせやがって。ご用だ。あ、この人って同心っていうのは警察組織みたいなもんか。なるほどね。これにて一件落着だな。あら、悪い人でも捕まったの。あ、さっきのばあさん来たのか。どうせだし、私ももう一度恵比寿様拝んでおこうと思ってね。ばあさん、信じたくないかもしれんが聞いてくれ。あら、何かしら。ばあさんが信じてたあの恵比寿は実は詐欺師だったんだ。だが今捕まった、だからもう安心していいぞ。何を言ってるの、もうそんなわけないじゃないの。信じたくない気持ちもわかるが。いいえ、だってさっき捕まった人、私の知ってる恵比寿様じゃないもの。え、そんなはずは。あら、本物か。本物来た。ありがたや。このばあさんが会った恵比寿様っていうのはもしかして本物の。すげえ瞬間移動してる。いや、まさかな。おお、五行がすごい。おお、落内の評判が3になった。やった。